はいみなさんこんにちはひろしの時事ニュースチャンネルです、えー、今日はですねヤフーニュースを見ていたらですね、まあ、あのとんでもないニュースが飛び込んできました、えー、これですね、えー、うがい薬で株価操縦の可能性吉村府知事にインサイダー疑惑浮上ということでついですねこの磯仁吉村ちゃんがですねインサイダー疑惑で逮捕されるかもしれないっていうね、えー、そういうニュースが入ってきましたまあ確かにねちょっとあの会見おかしかったんでひろしから見てもねこれはどう見ても不自然な会見だったって書いてありますよね <laughs> 面白いですよねはいあの一応これニュース全部リンク貼っておきますからあの後で見たい人は見てみてくださいねであのニュースの全部 全部読んでからですね、広島の考えを述べさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあちょっと読んでいきますね。はい。 えー、吉村大阪府知事が会見で嘘みたいな本当の話と聞い出しコロナ対策の一環でポピドン用土を含むうがい薬を積極的に使うよう呼びかけてから11日で1週間が経過した、えー、もう1週間経過したんだね嘘みたいな本当の話とか言って、ね、<laughs> な何だったんだろうねあれねい、うんえー、未だにドラッグストアではうがい薬が品薄状態、えー、すっかり世間ではお騒がせ地位と酷評、えー、される吉村府知事だがここへ来てお騒がせでは済まされない疑惑が 浮上したとということですねやばいですよ。吉村不知事が会見前に情報漏洩しえ、不当に株を売買するインサイダー取引を招いたとの疑念が湧き上がっているのだと、えー、いうことです。まあそう言われても仕方ないよね。あ、なんだっけ、サンデージャポンだっけなんかテリーとかね、なんかいろいろ言ってたんだよね。あれ俺1時間半前、この放送する1時間半前にね、この情報聞いて株買おうと思ったけどやめたんだよね、みたいなね。そんなこと言ってたよね。確かねあ、あのこれだ、これ、これ。うん こ、えー、日の追加、あ9日の、えー、情報番組、サンデージャポン TBS 系で演出家のテリーと70歳が、もう70かよ、えー、吉村府知事の問題の、えー、会見を生中継した4日のミヤネ屋、ね、読売テレビ制作、日本テレビ系、ね、ミヤネ屋に出演していたことを明かした上で、 こう話したとね俺これですよえ発表内容を会見の1時間半ぐらい前に知ったんですえ場合によってはえ薬メーカーの株価も買えるなってっあえ場合によってはえ薬メーカーの株価も買えるな 一瞬頭に入った。えー、でもね、やめたんです。インサイダー取引みたいな感じで、僕の立場でそれやるのは申し訳ないなと思って、やらなかったって言ってますね。本当にやんなかったのかね。なんか自分で買わなくてもさ、結構身内に買わせたりとかさ、知り合いに行ってね、買っ,買っちゃったりとかするから、テリーとも調べた方がいいと思いますよとか言って、<laughs> なっちゃって。すいません。え、ね、ヒロシの妄想です。はい。えー、番組では笑いが起こっただけだったわ。SNS では大きな波紋が広がっている。うん、これ後で SNS もね、ちょっといろいろ見ていきますのでね、結構ね、大騒ぎになってるんですよ。うん。 で大阪府市は、えー、事前に一般人にイソジン情報を漏らしているじゃないかこれ大事件だぞ本当ね相当数の人がインサイダー取引に着手している可能性があると思いますええー、あると思いますが炎上中なのだすごい確かにツイッターでねイソジン吉村インサイダーとか入れるとめちゃくちゃ出てきますから、うん、で吉村府知事は4日会見でポビドン用の研究は一部の幹部しか知らないと発言したがえ府市とは無関係の人物に情報が漏れていたわけだこれもざるだよね 問題ね、え金融商品取引法は会社関係者が業務等に関する重要事実の公表前に当該上場会社等の株式の売買などを行ってはならないまた事実公表前にえ事実の公表前に当該情報の受領者による当該会社等の株式売買などを禁じている吉村発言を事前に知った人物が関連株を購入していれば抵触する恐れがあるテリーは踏みとどまったが飛びついた人物がいたなら問題だということですねまあトリテリーっても本当かなと思いますよただこのイソジンもさ 悪いけど医療現場でめちゃくちゃ不足してるらしいから本当にちょっと困った会見だったよねあれはね。じ、うん、ちょっと続き読んでいきますね。専門家も指摘。え実は吉村府知事の会見当日の関連株の値動,動きがどうも不自然なのだ。えよっ 午後2時過ぎの会見より前に急上昇した銘柄があるイソジンを国内で扱う塩野義製薬は4日午前9時6006円で寄りつき約50分後に6216円にまで高騰製薬大手、えー、これは何これ日以降ですかねすいませんちょっともう読めなくて日以降も前場開始直後の1238円が約50分で1266円まで上昇したまあでもこれってど,どうなのかなそこまで上昇してなくないか す <laughs> まんな、えー、これは明治 HD 明治ホールディングスかな明治ホールディングスは取引開始直後からじわじわと右肩上がり会見直後には年初来高での8990円をつけたなるほどね、えー、府内の6000人超の医師で構成する大阪府保健医協会はインサイダーを疑う声が出ても仕方がないと指摘していたがうん え本当に吉村副知事は不当な株価操作に関与してしまったのか、えー、株式評論家の杉村氏はこう見るさあどうでしょうか、えー、4日朝からの株価上昇は不自然かもしれませんが塩野義がコロナワクチンを開発するなど、えー、3銘柄には買い材料がありました、えー、しかしポピドン用土に効果がないのに知事が効果があるかのように追いかけマーケットを混乱させたのは事実だ、えー、知事は風雪のルフや、えー、株価操縦を指摘されても仕方ありません えー、公表情報を直前に把握し、関連株の短期売買で利益を得た人がいたのなら、極めて大きな問題だ。一般的に見て、当局による調査の対象になってもおかしくはないでしょう、と、えー、いうことですね。なるほどね。えー、どんな経緯で会見を開き、誰が事前に内容を把握していたのか、吉村府知事は説明すべきだと、ということでございます。本当そうだよね。この、ね、もう、イソジン吉村みたいな、お笑い芸人みたいな名前もついちゃって、なんかもうだんだん評判がね、もちろん地に落ちちゃった感じはしますよね。だから まイソジンは足りなくなるわインサイダー取引の疑惑が持たれるわもうなんかもう本当になんか吉村知事ってこんな頭悪かったのかなってちょっと本当に正直に思っちゃいますすいません吉村ね吉村さんのこと好きな人いたらほんと申し訳ないんだけど広島知事でもこれやんねんじゃねえかなって思ったんだよねなんで急にこれやっちゃったのかなっていうと、まあ、やっぱりなんか大阪都構想とかでねなんか少しちょっと人気取りしちゃったらとんでもない問題になっちゃったみたいな感じなんですかねはいじゃあちょっとねツイッターもね読んでいきたいと思いますえー、っとですねこれですね 磯人知事はやっぱインサイダー疑惑になってんのか会見14時なのに朝9時から会が入ってるんだなでも証券取引等監視委員会は仕事しないからなって書いてありますねなるほどねはいで他にもですねこんなのがありますね田中嫌いさんですかね金融機関勤務なのであえて言うが大阪府知事が事前に磯人の件を漏らしていたのは明白でそれだけでインサイダー取引として有無を言わせず立件できると知ってる国民はどれぐらいいるのだろうあ、そうなんですか有無を言わせず立件できんのや やばっねちょっとこれまあいいねしておきましょうよくないけどねあそうだヒロシツイッターもやってますからもしよかったらフォローしてくださいね、えー、このカーピーさんを読んでみようか風雪のルーフインサイダーでかなりやばい案件だと思いますけどね、えー、しかもこのやばい情報を市場が、えー、開いてる時間に発表テレビのテロップからテレビ関係者はかなり詳しく知っていたインサイダー取引やっていたが疑いありとなりますよねもうそうだよねだってテリートが知ったとテリートに教えた人はもっと前から知ってたわけでしょ、まあ、こういう情報があったら確かに まインサイダーといわれねなったとしても全く不思議はないという状況ですよね。うん。じゃ次読んでいきます、えー。イソジンのインサイダー疑惑は徹 定的に調査してほしていコロ,ナで暮らしコロナで苦しんでいる方がいる一方コロナを利用してインサイダー取引で儲けようとする連中は絶対に許されるものではない塩野義の株価吉村会見当日の朝9時の寄り付きは明らかに異常だということでございますなるほどねやっぱりもう皆さん怒り浸透という感じですねまあ確かにそうだよねなんでこんなことやったんだろうって広島本もに不思議に思うんでまあでもなんかなんだろうなこの人あ自分で自分の首をちょっと絞めちゃいましたよね今回の件でねもう磯 なんかあんまりありがたくない、なんか芸名みたいなあの名前までね、もうみんなから付けられちゃったし、まあでもなんでこの人は結構ほらイケメンで人気あって頭いいクレバーな感じがしたのに、なんでこんなことやっちゃったのかなって、本当にヒロシは不思議に思いますね。まあほに大阪都構想大阪都府構想何だよな,んかおなんか大阪都にするみたいな、ああいうので、まあ人気取りに走っちゃったのかなと思うんだけど、それにつけてもこんなことするかってちょっと思っちゃうんだよね。うん。まああのちょっとまたですね、まあ、この人逮捕されるかもしれないんで、インサイダー取引で、あのまた続報が、 あったらやっていきたいと思いますのでよろしくお願いしますということで今日はこのようにしておきますありがとうございました失礼いたします